はい、どうも、それです。今回ですね、新しいヤシャイマネ使ってね、スコアダックやっていこうかなと思います。はい、久々じゃない天魔アスカ。天魔アスカ、久々。マジで。いやね、ヤシャイマネ、強いけど、難しい。めちゃくちゃ難しい。ただ、100億ぐらいはいけると思うんだよね、普通に。まあ、バフの膨らまし運が結構重要かもしれない。降ってこいも重要なんだけど、早速降ってきたね。いや、これ本来消したくないんだけどな。まあ、しょうがない。まあ、ヤシャのね、スキルでね、自身の技ゲージがデカップに消すとね、技ゲージ溜まっていくんで、まあ、最初からね、結構 G で打てることは多いんで、まあ、そこはいいんですけど、OK、アミティのスキルないはず。で、ちょっとこれゲージが怪しいな。これでいいんじゃない？さあ、アスカ頼むよ。オッケー、悪くない。さあ、天魔、真ん中。まあ。これ、むずくね。とりあえず、ヤシャ一発撃って、戦慄再戦撃って、下消して、オッケー、G まで溜まった。再戦撃って、これ、デカブル撃ってくるかな。オッケー、ナイス。戦慄再戦。あー、G まで溜まった。オッケー、いいね。これでまた G まで溜まって、まあ、悪くはないんじゃないかな。たまっ。OK、G で打ってた。多分2000万ぐらいいくんじゃない？おーっと、OK、2000万いった。ナイス。強い。1フィーバー目、この火力はやばい。ただね、2フィーバー目ね、なんかあんまり火力出ないことが多いんだよ。単純になんかうまくデカプニが作れないというか。そこがあるからちょっと注意だな。アスカがちょっと溜まってない。まずいな、これ。アスカが溜まってない。溜まってない。まずい。よろしくね。これ溜まってくれるかな。ちょっと天魔膨らましてくれね。危ねえ、ナイス。これむずくね。どうしよう。オッケー。いや、待って、火力やばい。やばい。おい、待って、3発で1000万いった。これ、わあ、降ってきた。もう一発いける。ワンチャンヤシャ溜まってくんねえから。これギリギリ落ちた。はい、ミスりました。ただスコアやばいんじゃない。あ、やばい。これめちゃめちゃやばい。ただ待って、繋がってない。まずい。下手くそ。繋げろ。オッケー、結構溜まったね。ちょ、天魔ナイス。もう繋げちゃう。オッケー、悪くない。さあ、あとはバフ頼むぞ。オッケー、いい感じ。マジ。ナイス。天魔、まあ、いや、これなんとか4発してんだけどな。きついかな。蹴んな。オッケー。さあ、こっからダメージがやばい。降ってきてないです。1371万から何ダメージ？お、やばっ。これ一発300万です。いや、300万以上出てね。オッケー。再戦。降ってきてるし。これ打ってたな。ただ2200もこれ100億余裕でしょ。いや、やばっ。マジで。135億。ボーナスほぼなしでこれはやべえわ。ボーナスほぼなしじゃで、これやばっ。やっぱ使うたびダメージアップ使ってるときめちゃくちゃ楽しいわ。いや、これめちゃくちゃいいね。やべえ、めっちゃ強いじゃん。やべえな。サップ技とほぼ一緒に力でしょ。まあ順位はさすがに、まあでしょうね。ブルジュはいるからね。ああ、余裕だから後に抜かしとこう。ああ、そんな感じでね。いや、使ってみたんですけど、めちゃくちゃ強いね。これね、強敵戦でもね、フィーバー外攻略でね、ぶっ壊れてるんで、しかも、
タップ技とか、まあ、四つ生成とかなしにするんだったら、まあ、かなり強い部類になるんじゃないかなと思ってます。はい。ということでね、本日以上になります。噛んだ。本日以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは。